南国市にある稲部小学校の体育館です。テーブルに並んでいるのはほうれん草や人参など地域の人たちが昨日から準備した具材。そう、これから作るのはロング巻き寿司です。稲部小学校では20年前からこの取り組みを行っていて、コロナ禍で2回縮小開催になりましたが、去年完全復活。今年は4年生から6年生24人と地域の人たちや保護者などが参加しました。用意された海苔の枚数は120枚。そして子どもたちが植えて収穫した米9升分です。まず一直線に置いた海苔の上に寿司飯を丁寧に敷き詰めますが、こんなにねご飯をいっぱいあったらね、まあ元気ね。かなやってみて。結構難しいです。どういうとこ難しい？あの隙間なくムラがなく並べるところが難しい。5種類の具材を置いたら掛け声とともに一斉に巻いて完成です。去年の長さは15メートル70センチ。果たして今年は？15メートル。はい、去年を越しました。はい、16メートル95センチ。去年より1メートル以上長いロング巻き寿司が完成しました。計測が終わると早速切り分け、みんなでいただきます。余裕やん。とても美味しいです。自分たちで育てたので他の味にもない味だと思います。地域の人たちが作って協力してくれたのでなんかめっちゃ美味しいです。巻くところで綺麗に巻けるところが楽しかったです。来年は目標はどんな感じか。20メートルです。地域の絆で作り上げたロング巻き寿司。子どもたちはその味とともに達成感も味わったようでした。